結構なんかいろいろ回ったんですけど無理やりやったらいいそうでそれになんかイベント絡んでの今ちょっと話してますよ。イベントの、まあ、イベントの話もちょっとイベントがあの7月2日ですね。小島のカラコドっていう場所でカラコドっていう場所のマリンパークで音楽イベントをします。で子供らも来れるようにあのポニーとかミニチュアホースとかヤギとかその辺もあの連れてくるんで、あの音楽もがっつりやるんで遊びに来てください。で、姉ちゃん、じゃこれにしますかね。そうっすね、これちょっと食べてみたいですね。こちらのメニューでどういう感じなんですかね、ちょっとお聞きしたいんですけど。これですね、今うちの一押しの新メニューで白いカレーなんですけど、あれ中は普通のキーマカレーになってて、で上に白いクリームチーズが乗っかって、見た目はもうご飯も真っ白、上のルーのところは真っ白の真っ白いカレー、見た目勝負で売ってます。もう基本的にはもうこれを求めてくるお客さんっていうのがやっぱ多いんですか。ね、最近結構ねメディアとかに取り上げられてからは結構増えてきましたね。こちらのお店の、まあ、あれですけど、コンセプトというか、まあ、どういう感じでやられてるんですかね。そうですね、うちはアジア料理のお店が、まあ、なんですけども、まあ、アジアの隠れ家みたいな感じと、まあ、暗く落ち着いたイメージの雰囲気を出してれば個室で皆さんもちょっと静かにくつろいでいただこうかなっていう感じのコンセプト。はいはい。すごいですね。ただ最初グラタンかと思うんですね。ちょっと味はスパイスを効かしたカレーが入ってる。あれですか、もう味覚的にはもう普通のカレーと変わらないような感じ。そうですね、上がクリームでちょっとなんか滑らかな甘ったるい感じになっちゃうんで、下のカレーはちょっと普通のカレーよりもスパイスを効かしてで合わせて食べるとちょうどいいぐらい。ちょっといただきますね。あ、すごい、この上が、なんていうんですかね、クリームチーズっていうか、すごいマイルドな感じになりますね。本当ですね。うん。下のこのキーマはもう、ね、普通というか、ごく一般的なキーマカレーの美味しさで、その上にクリームチーズが、クリームチーズですよね。クリームチーズですね。ね、ですよね。クリームチーズ。が乗ってるんで、すごいマイルドな感じで。これ美味しいですね。そうですね、7月2日これ何回言うんですか。いや、押してこないと、まあ、出してくれるっすよね、はい、出してくれると思うんで、はい、みんな来てください、入場無料なんでね。はい、アジアの季節です。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。